物流用語辞典。エアキャップとは、エアキャップとは空気の詰まった直径1センチ程度の突起がたくさんついたビニール製の緩衝材のことを言います。またプチプチとも呼ばれています。空気圧によって衝撃を吸収できるため、割れ物や精密部品を梱包する際に使用されています。主にシートタイプと袋タイプがあります。身近な例で例えてみると、誰かに商品を送りたいときにその商品を梱包しますよね。そのときに商品に傷がつかないようにするためにエアキャップは使用されます。次にエアキャップの使用ポイントのお話になります。エアキャップにはどちらの面を使っても衝撃を緩和するのに差はほとんどないため、裏表はありません。しかし梱包物によって外側が凸面の方がいい場合と平らな方がいい場合があるので、ご紹介していきます。外側が凸面の方がいいものは次の4種類があります。1つ目はパソコンのパーツやフィギュアなど細かい突起の多いもの。2つ目は封筒の形にする場合。3つ目は表面が金属のもの。4つ目はポスターなどの紙類。以上の4点です。細かいパーツなどはエアキャップの凸面に引っかかり破損する恐れがあるので、凸面を外側にします。逆に外側が平らな方がいいものは次の3種類があります。1つ目は箱物、2つ目はボールなど曲面の多いもの、3つ目は瓶やガラス。以上の3点です。次にエアキャップのメリットとデメリットのお話になります。エアキャップには主に3つの役割があります。1つ目は衝撃から梱包物を守る、2つ目は箱の隙間を埋める、3つ目は水漏れや湿気から梱包物を守る。以上の3点です。エアキャップの最も重要な役割としては衝撃から梱包物を守るということです。しかしその他にも梱包物が動かないよう箱の隙間を埋めたり、ビニール製のエアキャップを使うことによって梱包物を雨から守ったりといった効果も期待できます。またエアキャップは軽く柔軟性が高いため複雑な形のものも包むことができます。例えばフィギュアや商品を組み立てる前のパーツなども問題なく梱包することができます。エアキャップはプチプチという別名が広く認知されたことによって、企業様によってエアキャップでは通じない場合もありますので気をつけて話しましょう。エアキャップとはプチプチとも呼ばれ、ビニール製の緩衝材のことを言います。梱包物によって外側が凸面の方がいい場合と平らな方がいい場合があります。また意外とコストがかかるものもあるので、要点を押さえてコストと梱包物の安全性のバランスをとって使用することが大切です。ポイントを押さえて梱包物に合った緩衝材を選びましょう。もしこの動画が良かった、また見たいと感じた方はコメント欄への感想や高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でぜひお会いしましょう。さよなら。山本さんはエアキャップっていう言葉を知ってましたか？そうですね、エアキャップっていう言葉は知らなかったんですけど、プチプチっていう言葉は知っていたので、そのプチプチがエアキャップだったっていうことを今回知れてよかったと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。